曲ですね。大好きですね。では時間ぴったり始めますね。はい、FM ギルワンをお聞きの皆さん、こんばんは。インパルスレディオ、今週もよろしくお願いいたします。先週は、お隣の北中城村商工会青年部の部長、ケントさんをお呼びして、お送りしましたが、ちょっとね、最後、放送事故のようにパパパッと終わっちゃいましたけど、やはりね、部員を束ねる部長であって、でなおかつ自分も事業主で、まあ、家族はのこともありながら若いパパとしてですね、地域のためにいろいろ日頃活躍されている人を呼んでいい話聞けたなと思います。気になる方はですね、ぜひ北中城村役場向かいのバースマイルに会いに行ってください。とっても元気もらえると思いますのでよろしくお願いします。はい、ということで今週も始まりましたが、我々商工会青年部はですね、つい先日通常総会が行われまして、商工会青年部というのは、年度で活動するんですが、ちょうどね今各地の商工会青年部総会真っただ中ということで、いやちょっとね総会でね、僕は部長という役を仰せつかってますので、挨拶する機会多いんですけど、ちょうどね総会の後半に卒部セレモニーっていう、もう今年卒部される方たちがいて、いや先輩たちがね卒部するのちょっと寂しくなっちゃって、すごく泣いちゃったんですよ。だからね、まあ今年はね4名の方が卒部されたんですけども、もうまあ全く会えないわけじゃないのでね、今後も温かく我々を見守っていただけたらなと思いますけども、よろしくお願いします。でその時にですね、今年度のスローガンを発表したんですけども、今年度我々はですね、こう連動というスローガンを掲げて活動してまいります。まあ去年はねなんかビーザチャレンジとか言って横文字作ったんですけど、とりあえず初年度1年目はチャレンジしようっていうことも踏まえつつ、ただ何もかもがむしゃらにやるのではなくて、意味のあるように地域を思いながら、そして仲間とか周り家族、また従業員のこととかも思いながら、自分も楽しんで活動していきましょうということで、去年はビーザチャレンジっていうスローガンだったんですけど、今年は2年目ということで、これをねどんどんアウトプットして、周りを、どんどん波及させていってですね、熱い気持ちで、で同じ志の持ったメンバーをどんどん集めて、一人ではどうしてもできないので、みんなの力をたくさんフルに活用して、より良い街にしていこうということで、こう連動というスローガンを掲げさせていただきました。まあね、始まってみたらもういろいろやることが多すぎて大変なんですけど、キャン君は相変わらずですか、4月は。そうですね、だってもう今もう後半に、あっという間に4月が早く感じるんだよね。もう中盤来てしまって、もう5月の準備いろいろもうしないといけないっていう。ね、だって5月ってもう沖縄だとさ、もう梅雨のシーズンじゃん。はい、でちょっとね先週ぐらいから沖縄地方もね天気悪くて、そうなんですよね、でも今日のニュースから新聞では、はい、貯水率が久しぶりに 60% 戻ったけども、例年よりはまだまだってことね。そうですね、まだ 13% ぐらい低いので、いやあんなに降ってもまだまだってことはね、はい、相当ギリギリだったんだよ。貯水率今週末また降るらしいんですけど、そうそうそう、だからそこでようやくちょっと今年の一番初めぐらいの基準まで戻るのかな。そう、今グラフ見ると面白くて V 字回復、そう経済もねあれぐらいこうやっていったらいいんだけど、そのうまくいかないんだけどね、はい、貯水率のように。だそう、今ねそれで
今週末ちょっと雨っていう話があって思い出したんですけど、はい、まあ実はこの総会が青年部あったんですけど、翌日ね、宜野湾市で日本で一番早い花火大会、はい、琉球火炎祭が行われたんですよ。お、まあ知ってる方も、ね、結構多いと思うんですけど、毎年ね4000名近くの外国からの観光客参加者がいてですね、はい、今年は台湾、香港で東南アジアからかな、4000名近くのツアーで来るお客さんと、あと県外からのお客様で、あと県内のもちろん方も一緒にね、いや、やっぱりこの商工会青年部としても、まあ、地域のお祭りだからってことでなんか動員、ボランティアで関わることが多いんですけど、なんかね今年ちょうどねいい席というか、警備に当たってた場所をちょうど本部席の近くであんな間近で見れてね、はい、やっぱ花火ショーってすごいなと思って、いや感動しますよね。やっぱり曲と合わせるってなかなか難しいし、はい、花火が打ち上がる計算と、であとなんていうのかな、爆発って言ったらなんだけど、はい、花開く、火が着火する瞬間、はい、でさらにその破裂音のこの音のラグがあるでしょ、はい、タイムラグが、はい、でそれと BGM でかかってる音楽とで、結構ねこれ相当プロデュースしてる人たちすごいなと思って、でちょうどその本部席の後ろにPA の方たちの席もあって、はい、もうドキドキだろうなって、まあ涼しい顔して教えたけどね、はい、その方たちはプロだなと思って、花火よりそっちの方が気になっちゃってすげえなと思って、でもやっぱ音楽と一緒にやる花火ショーってやっぱすごく感動して、でなんかね去年元阪神タイガースの藤川球児さんっていう、はい、今解説者なんですけど、その方がねなんか全国にファンクラブというかサロンがあるのかな、その沖縄のメンバーとプラスそのもちろん全国のファンを集めてなんか沖縄でオフ会をするのかな毎年この時期に、去年たまたまねその琉球火炎祭と当たってそのプリンスホテルに泊まってたらしいんでね、藤川さんが本人が、はい、でなんだこの花火祭りはっつってめちゃくちゃ感動したってなって、なんかね今年はぜひ個人枠でお金出して花火打ち上げさせてくれってことで、今年のね琉球火炎祭はね藤川球児タイムっていうのがあってなんか球児さんの、応援ソングというか、はい、あとご自身が入場するとき登場するときに使ってた曲とかを多分かけてたんだよね。だからちゃんとねその MC 室に来て藤川球児さん本人が、はい、どうも皆さんっつって、おやーっつって、スポルトだスポルトっつって藤川球児だっつって、でなんか彼というか、彼って言ったら失礼だな、藤川さん曰く、まあなんか日本一早い花火大会ってことで、ロケーションも最高だし、はい、もうこんなになんか音とマッチしてすごくいい雰囲気のお祭りってなかなかないから、とっても嬉しいし、ぜひ携わらせてくれということで今回実現したというか、なんかまあ多分一方的なお願いだったかもしれないけど、でもねもうやっぱ子供たちもね往年の阪神ファンはやっぱ多いですからね、多いですからね、うわ球児だ球児だっつって、だからすげえなと思って、あれいくらかかったんだろうなってちょっと気になったんですけど、でもそういう風になんかみんなで盛り上げる祭りに参加できたのも良かったなと思うんですけど、ただね、じゃあなんでさっき雨の話から急にここに来たかって言ったら、僕ね雨男なんですよ。当日もねめちゃくちゃ雨心配されて、琉球火炎祭って毎年雨心配なんだよね。あ、まあ、時期的にそうですからね。でこの時期ってさ、はい、なんか週末雨多くない？なんか多いですよね。ね、はい、週末さイベント結構あるのに、はい、わ今日はまた雨なんじゃんってなって。そうなんですよ。けど結果持ってくれて、でもなんかこの花火師の方たちだったり大会の関係者の方たち聞くと、はい、まあ。雨大したことないらしいですね。あ、そうなんですね。そう、花火にはね。あ、まあ、ただね風がね、無風だと、はい、逆に煙がこう滞留しちゃって、はいはいはい、こうどんどん打ち上げるからさ、はい、花火がこう綺麗に見えないんだよね。
なんか曇っちゃうか、そう、はい、そうそう曇っちゃう。だからある程度風がねちょっとあった方がいいと。あ、高本さんありがとうございます。沖縄県は週末天候不順多いですね。本当なんでだろう特に本当本当に多いで、また今週末実は宜野湾市の海開きがあるんです。宜野湾市で唯一のビーチ、トロピカルビーチなんですけども、こちらの、海開きも我々がちょっと携わらせていただいてまして、今年はね、あの観光振興協会さんがすごいもう予算かけてくれて、子供たちになんか宝探しゲームっていうのを砂にね、くじ引きを丸いゴルフボールぐらいの、砂に隠して、でそれを見つけて景品と交換するっていうゲームをやるんだけど、まあ、我々青年部がその砂の中にねいっぱいこのボールを隠して、で子供たちがわーって取って、でね、去年そのコロナ明けだからってことで、めちゃくちゃなんか豪華な商品、あのおもちゃいっぱい買ってて、今年はそれの倍を用意してると。だからね、これどういう、だから皆さん、あの今週の日曜日、今度の日曜日ですね、宜野湾トロピカルビーチ、これ誰でも参加できますので、絶対にお子さん、あの一緒に来た方がいいです。あの我々も一生懸命あの隠すんですけど、やっぱね最後までねボールがないっつって探しきれないこともいるんですよ。その時はね一緒にね、えボールないとか言って、あの一緒にこそこそ自分らが隠したら分かるじゃん大体この辺だろうな、そうそうそう足でこう犬がさ砂かくようにさスッスッスッって、なんかこの辺ある気がするよっつってそしたら、あったよかったねっつってあっちでプレゼント交換してきてみたいな、そういうのをね やってるんですけど、今週日曜日やるんですよ、はい、で今週日曜日ね青年部忙しくて、実はあの A 班 B 班と2チーム分かれて行動するんですけど、 A 班は我々このトロピカルビーチでやるんですけど、 B 班はねなんと沖縄もう今年最後になる国際映画祭、はい、ね、国際映画祭も吉本さんちょっと撤退しちゃって今年最後になっちゃうんですけど、あの毎年この開幕の時に国際通りでね、はい、あの道順でパレードするんですよ、レッドカーペットパレード、はい、それって出演者だったり監督の方たちもいるんだけれども、あの女優さんとか俳優さんもね、でもあの各市町村の PR 隊ってことで、あのいろんな町のその商工団体だったり、PR 大使みたいな方たちが一緒にレッドカーペット歩くんですよ、はい、で今回ちょっとこの海開きのイベントとかぶっちゃってるので、青年部誰か行けないかってなって、分かりましたと、例の我々のキャラクターですよ、流星天女ハニーちゃん出場させますっつって、流星天女ハニーちゃんがですねレッドカーペットに迷います。うわいいなで、もう PR 隊だから、はい、で今年はね、もう勝手にもうマイクでもう通してラジオで言っちゃいますけど、宜野湾市の公認を取る予定なんですよ。で、公式です。宜野湾市公認で公式のもうキャラクターとして今年はあの認定してもらって、はい、あの活動していくと。だから今後宜野湾市に関わる携わるイベントだったり何かは、はい、もうハニーちゃんの絵とか何か出てくるんだろうなと。はい、おだからもうそれでね、あじゃあもうハニーちゃん出して出してっつって。今年この最後となるレッドカーペットには、はい、ハニーちゃんと我々の部員が上りを持って、ただねちょっと天気が心配なんですよ。そうですね、今週末雨なんですよ予報上は僕がねちょっとこの宝探しゲームと砂遊びのやつで、はい、あの海開きとっても楽しみっつってあの張り切ったらね、もうなんか周りの部員からもね、部長ちょっと張り切りすぎじゃねっつって、雨だよっつって、でもあの今の最新情報だと降水確率 30% になってます。おお日曜日、はい、あ持ってくれって感じ。さあ最高、曇り時々晴れになってますんで、あいいですね、はい、曇り時々晴れちょうどいい、はい、やっぱね暑すぎるとね、そうですね、熱中症も大変だし、今日も車運転してちょっと日差し暑くやっぱなってきたなと思いましたね。あ今日、はい、そう今日なんか珍しくね
ずっと今週天気悪いと思ったら、はい、今日までちょっとね天気良くて明日ちょっとまた崩れちゃうんだよね、はい、いや市民シーズンなのにさ墓掃除もちゃんといけなくて、そうですよね、もうご先祖様怒ってんじゃないかなって、はい、もう僕も申し訳ないなと思ってるんですけども早く行かないといけない。あ、高本さんありがとうございます。ハマグリのように取り放題、そうなんですよ、お宝いっぱい用意してるんで、本当に散歩がてらにフラッと立ち寄る感じでいいので、ぜひお聞きの皆さん、もうマジチャンスですからね。今週日曜日、宝探しゲーム自体が、お昼前ぐらいからこの抽選券、参加チケットっていうのを配ってます。参加費とかはないんですけど、やはり全員に外れなしでプレゼントしたいので、はい、ただその景品には限りがあるので、で3メートル四方のブース砂浜にこのボールを隠してるんですけど、300名200名の児童が一気に殺到したら危ないから、1回5人ずつの交代で回していくんですけど、だいたい最初の30分10分ぐらいではこの整理券が多分結構なくなっちゃうので、ぜひ参加していただけたらなと思います。最初ね、大人の方たちばっかりでセレモニーに出席する、告知がね弱いんだよねやべえ誰もいないじゃんってなって、でもなんか楽しそうなイベントやってるってことで、観光客の子だったり散歩に来た人たちが親子連れで参加する人多いんですけど、ただね、このさっきもお話ししましたけども、琉球海洋祭もうこのトロピカルビーチでやってて、前日ね全く関係ないけど、平井大っていうの、はい、のライブがあってね。お、あ、そうなんですね。そうなんです。毎年ね海開きと被るんだよね。へえ。そう。平井大さん。そう、平井大さんいつもトロピカルビーチでとか特設ステージ作って、夕日をバックになんか。で彼はその前日の土曜日なんだよね。はい、全く宜野湾市関係ないんですけど、はい、一応なんか情報としてね。はい、で確かねコロナ前のね5、6年前はね、リハーサルをやってるのを聞きながら我々海開きやったんですよ。素敵。そう、だから有名な歌あるじゃないですか、はい、車の CM で使われてる、そう、はい、そう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 、いや聞いたことある、あれ平井大じゃねみたいな、もしかしてライブするのみたいな、でもこれはその海開きでこんだけ呼んだんすか、すげえ、いや違うこれは全く別っつってあそういうことね。でもね、まあこれからも夏本番ですから、いよいよ宜野湾市もいろんなイベントが来るんだろうなと思って、はい、楽しみなんですけれども、あ、高本さん、ヤホーの予報だといい天気ですよ。いやほんと、ただね昨日一昨日もね、ヤホー、それこそヤホーですよ、はい、なんか天気持つなと思いつつ、はい、急に急変したりさ、はい、そうですよね、ちょっとこの時期難しいらしいよね、はい、いや本当ね今週末マジ持ってほしい、まあ、日曜日もで土曜日は、まあ、全く関係ないけど平井さんのコンサート来てる人たちもね、まあ、海だから別にずぶ濡れてもいいんだろうけど、やっぱサンセット見てほしいじゃんね、はい、県外からのお客さんもさ開演祭夕方から並んでる方たちほとんどで、やっぱこの西海岸に降りていく夕日を見て、すごいいいねって言って、このオリオンビールとおつまみ買いながら沖縄満喫してるなと思って、でもそういうロケーションがあるっていう我々もね、地元もちょっと誇らしかったし、でただその人たちにもね、最後帰る時にも見送るというか、ちょっとね普段ビーチで利用されてるとこだから、はい、夜電気つけても階段とかがさちょっと見えなかったりして危ないんだよね。それを我々ボランティアのメンバーが、はい、LED とかで照らしながら、はい、足元気をつけてくださいとか、はい、ありがとうございましたって言って声かけてたんだけど、はい、もう海外のね台湾の方とかがもうシェシェとか言って手合わせてありがとうまたねって言うから、嬉しいね、ちょっとほっこりするよね、はい、なんて素敵な方たちなんだって、はい、だからもう来年もぜひ来てって
だそういうのに携われてるっていいなと思うので、ちょっと興味ある人は青年部入ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-478-2 沖縄ベタニアチャーチ。沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。宜野湾市の花、心優しい妖精三段くんが LINE スタンプとしてついに登場。 LINE スタンプの売り上げは宜野湾市の地域福祉のために使われます。ご購入は LINE スタンプショップ三段くん、または宜野湾市社会福祉協議会で検索。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンメン。黒糖さつバター。おいしい。ラーメン食べる。ライス食べたい。おいしい、やってる。牛角宜野湾店、好評営業中。はい、お送りしておりますインパルスレディオ、先ほどはちょっとインパルス、我々宜野湾商工会青年部の近況をちょっと報告だったんですが、来月ですね、いよいよ我々横浜市の浜スタにちょっと表敬というか、はい、ベイスターズの応援で行くんですね。毎年5月にキャンプを張ってるベイスターズのこの宜野湾市との記念して、向こうの少年野球のチームと宜野湾市の少年野球のチーム交流戦っていうのをやってて、それの活動報告と、でこの宜野湾市の少年野球チームを向こうに連れて行ってあげるっていうか、一緒に、はい、そういう宜野湾市の授業があって、それに随行して我々青年部も一緒について行って、来年の2月に我々が開催予定している横浜のベイスターズのキャンプ中にあるファンマワンフェスっていうイベントの、お願いも含めてね、去年も、この前の2月もサイン入りのユニフォームとか選手参加してもらってやったんですけど、それの本番に向けての動きっていうのをさらに加速 するべくベイスターズの応援に行くんですけども、ちょっとねベイスターズ最近負けてるんですよ。3連敗中かな。あ、そうなんですね。なんかね、金曜日にね、総会の、我々が総会だった金曜日、ちょっとニュース見て、お、勝ってるじゃんと思ったんですけど、はい、まさかの土日がね、ちょっと信じられない負け方をして、で、今日は、今は、まだ4回途中かな。そう、今日はちょうど広島戦か。はい、1対1ですね、4回の6回の手、マツダスタジアム、今日はビジターですけども、はい、僕らがね、5月行く頃には、ちょっと順位も上がってて、こう勢い上がっててほしいなって思うんですけど、まあ、この横浜ベイスターズといえば、DeNA ベイスターズといえば、このラジオでも結構お話ししてるのが、渡来選手、今年ドラフト1位で
入団した渡来選手、はい、お父さんがね元ヤクルトかな、渡来さんあのプロ野球選手で、はい、元ヤクルトの選手で、この渡来選手ね高校卒業してすぐプロ野球にチャレンジしたんだけど、ドラフトでどこからも声かからず、それで悔しくて大学生で頑張って、で1年2年ですごい結果残して、で今年この前の去年の10月に行われたドラフト会議で、横浜以外に中日とロッテだったかな、3球団から1位指名を受けるっていう、それで抽選の結果浜の番長の三浦監督が引いて、でねもうその時のねそのなんていうんだろう、映像とかを YouTube でまだあるんですけど、めちゃくちゃ感動するし、それ前の放送でもちょっと話したんだけど、渡来さんめっちゃイケメンで、でしかもホームランも打って今絶好調だし、で何より昨日かな発表があった筒香選手がベイスターズの復帰、大リーグでねなかなか重い結果残せなくて、で今回マイナー契約もちょっと更新できなかったのかな、で調子も崩してたんだけど、ところどころで要所要所ではね結構やっぱり筒香選手のね、あのバッティング光ってたんだけど、まあもう相当打てる有名な選手でないと多分厳しいんでしょうね大リーグって、いやもう筒香戻ってこいと思って、なんかね信じられないけど、ニュースが一報が入った時には巨人復帰かみたいな、いや横浜でしょって浜に来てよと、そう彼横浜高校の出身だし、なんで東京行っちゃうのよと思ったんだけど、やっぱねそこはスポーツ新聞のなんていうの憶測というか、そういったのもあって、実際はやっぱりあの横浜 DeNA 以外にも日本のプロ野球球団何チームかがやっぱね水面下で交渉してたみたいで、ただやっぱり自分がずっとお世話になってた球団でもあるし、評価とかそういったのを考えてくれたらやっぱりこのチームがいいかなってことで、だから今年もうすぐ帰ってきて出るんじゃないかな、いや頑張ってほしいですね。ベイスターズでまたあのユニフォーム着た筒香さん、なんかね、入団して3年目か4年目ぐらいの時かな、インタビューの撮影するちょっと機会があって、あの僕があの藤木直人さんの東京 FM のラジオ番組のホームページ上の写真撮影ちょっと担当させてもらった時があって、その時にね一緒にインタビューしに行って、あのめちゃくちゃちょっとオーラがすごすぎてもうガタガタしながら写真切ったんですけどあのその筒香さんね、全然年下なんだけどね、めちゃくちゃオーラが半端なくて、でじゃあちょっとすいません写真お願いしますって言ったんですけど、あの 3秒でお願いしますみたいな、いや3秒で写真撮れねえよとか思いながらスーパースターだからなっつって、でもねあの時から考えたらね今もなんか渋くなってて、でしかも今年はこの牧選手も調子いいし、宮崎選手もいいし、なんといってもねやっぱ新人を獲得してほしい渡来選手の活躍がいいので、筒香さん帰ってきたらね打線相当すごいんじゃないかなと、いや今まだ3位じゃないですか、そうこっから全然追い上げ可能なので、全然一応いけると思うんだけど、何があるか分かんないですからね、まあ野球分かんないですからね、じゃあそこでですね、渡来選手の入場曲、登場曲をちょっとお願いしたいんですけど、まあ選手によってねいろいろと入場曲ってあるんですけど、渡来選手ね実は入場曲が3種類あるんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。1回の打席でかかる曲と、また中盤にかかる曲って、でも今回はちょっとあの1回最初に登場する曲、超有名曲です、ではお聴きください。レッツグループ。ひふみさんまだ聴いてますかね。今日は水曜日ですよああ、本当だ配信が終わった、あ、もう一回やりましょう。
じゃあ今の今西村さんでした。りょうさんでした。りょうさんでした。椅子に座ってね、はい、入ったけどやってきますか、まあ、今から多分喋るからだ、まあ、でも大丈夫ですか、多分声かけてみましょう。皆さん入って喋りませんかはい、収録です。はい、インパルスレディオの収録で、インパルスレディオ、はい、おもろ、まあ、もう今ちょっとノープランなんで、皆さんもぜひ、はい、今曲流してるんで多分20分ぐらいまで時間があります。どうも、気が向いたらよろしくお願いします。投げようって言ってました。最後は、はい、ミスグリーンアップルの、はい、私は最強で、私は最強、はい、いいですよね。これも渡来さんの登場曲なんで、どうします、 CM は今一応使っときます。これ終わったら CM に一、はい、回行って、はい、その間にじゃあちょっと用意します、はいはい、この前たまたまこっちでプレイリスト流してたら、その私は最強ミセスグリーンアップルのバージョン流れて、ワンチャン歌えるんじゃないかなと思って聞いてました私は最強、そうそうさあ怖くはない。こんばんは、こんばんは、沖縄大輔さん、こんばんは。今聞こえてるんですもんね、これね、はい、もうね、ひふみさん今日木曜だったのかって強いですからねさっきも言ったね、慌てないでください。そう、そうですよ今日は収録してます。収録です。だから放送上は花フラワー流れてます。そう、アースウィンドファイヤー使うって洒落てますね。ちょっと幅が広いね、はい、これが最初の登場曲で、次はこのミスグリーンアップルって同じ人が使ってるこれ聴いたらディスコ行きたくなります。うん、あそう、本当本当。沖縄市のあのピースっていうあの地下に入るディスコがあるんですけど、 4,50 代の方が集まるところで、中野町、はい、ピース
ピース、ちょうどスナック通りの一番角ぐらいにあるんですけど、グランド側です、通りの方じゃなくて、じゃなくて、どちらかというとミュージックタウン側に、おお、ミュージックタウンから歩いて近いところですけど、ビルの地下入って入る結構大きいディスコがあって、もう本当にディスコです、もう真正面に大きい鏡あって、ミラーボールあって、20代の時遊びに行って、周りは80年代の、はい、あの曲が流れてる、もう70、80年代ばっかりで、だから周りはもうそういうあの先輩方がいっぱいいて、あの若いねってちやほやされるんですよ。なるほどね。そんなイエローとかじゃないんだよね。イエローもよく行ったんですけど、僕イエローがどちらかというと多かったですね、うん、オールジャンで流れてくれるんで、でもいろいろあの前の職場の上司とかがアイドル好きだったんで連れてってもらったりとかして、あとグランド通りのところも地下入るとかありましたもんね。あのなんかホテルの地下にあるあのなんかそれこそ昔のディスコで、へえ、あそこ大雨で水没しちゃってなくなっちゃったんですよ。そんなことあったんだ。はい、名前ゼロだったかな、なんかそんな感じの名前のお店だったと思うんですけど、あそこはもう音が大きすぎて耳痛くなりました。自分の憧れはずっとあのピラミッドに行ってみたいっていう思いがあったんですけど、もう残念ながら僕が学生の間になくなっちゃったんで、ピラミッドは唯一行けたらギリギリあのおじろ会の時に話したね。はい、お聞きいただいてますインパルスレディオ、先ほどおかけした曲はもう80年代のねディスコ大好きな皆さんだったらご存知の方だと思うんですけど、渡来選手の登場曲です、レッツグルーヴ。はい、いやこの曲あの渋いなと思ったんだけど、やっぱ今でもね、はい、結構いろんな CM とかでも使われるし、そうですよね、うん、すごいおしゃれな曲ですよね。そうで、渡来選手はあの登場曲が3パターンあって、今のはね第1打席のやつかな、おしゃれだよね、こうやって座席ごとに変えれるんだと思って、すごいですね。ね、でもだって今まだ20歳21か2ぐらいだと思うんだけど、お父さんの影響なのかな、この曲選ぶってなかなか、多分そうでしょうね。すごいね、僕らでも親世代が聴いてたような曲なので。ちなみにこういう曲って、はい、まあ、CM とかで流れたりするのが多いんだけど、はい、そういうクラブとかは結構行くんですか。クラブは20代の時よく行ってました。クラブだったりディスコだったり。さあ、そうそう、ディスコ、はい、いやいや、なんかちょっとねさっき CM 中にちょっちゃろっと話したけど、はい、でも実際さ、その どうなの、世代が違うけど、はい、その昔の曲って聞いても面白いとか思う。あ、僕は大好きです。ああの親の影響でやっぱエイリーズの曲いっぱい聴いてたのと、なるほど、ね、あと個人的には結構もっと前の、まあ、オールディーズ、うん、50年代60年代とか、おシュプリームスとか、おあのエルビス・プレスリーとか大好きなので。そうなんだ、はい、結構あの辺りから洋楽は結構聴きます。幅広いね。やっぱこのグループ、系の、はい、日本でもちょっと流行ってきた70年代、はい、60年代ぐらい、はい、ポップス歌謡曲がちょっと変わってきて、はいはい、で、J-POP って定義されたのがもう多分80年代後半ぐらいなんだよね、確かね。そうですね、 J-WAVE の社長が作ったんだよね、確かね、はい、J-POP という言葉をね、はい、だからそこからは多分あの なんかシティポップ、あのなんだっけ、有名な男の人じゃん、日本の代表する、シティポップですか。はい、シティポップだったら誰だ、一人ですか、グループですか。いや、一人だったら誰だろう、誰だ名前が出てこないね、はい、まあまあでもああいう人たちがさ、はい、出てきて、あ、ほらあれよあれよあれよとかばっか言ってるけど、なんだったらあの2000トンの雨とか、ほらあのユーミンとかもそうなんだけど、はい、
名前やばい、全然名前が出てこない、そうですね2人で考えて何も出てこない、まあ、でもさ、そういうさ、人たちのこの曲の背景とかを聞いてもさ、はい、これアメリカの洋楽のさ、ディスコサウンドとかさ、そういったのにも精通するものとかさ、はい、影響を受けたんだろうなっていうのがあるしさ、あの曲自分もなんかコンプリートアルバムっていうのかな、出た時にめっちゃ買っててハマって、はい、この80年代とか70年代だとかで、一番最初にアメリカのこの古い音楽というか、古いって言ったらちょっと語弊があるけど、はい、バックトゥザフューチャーでさ、主人公の俳優、はい、マーティン、マーティンがさ、はい、ギターで弾くじゃん、でこれロックだぜ、そう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 、はい、であれはお父さんたちの世代にタイムスリップしたから、はい、なんだこの曲ってなるけど、はい、みんなロカビリーとかですからね、ノリノリで指パッチン男とかさ、はい、出てくるじゃん、あのシーン、そう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 、でもそういった時になんかかっけえな、面白いなって思ったんだけど、はい、そういうのをさ、渡来さんのこの入場登場曲で結構聴けて、テンション上がったんだけど、もう一曲かけたいのが、はい、渡来さんの 5回の打席、5回以降かな、なんか打席5打席目かな、なんか全然違うジャンルなんですよ、はい、ミセスグリーンアップルの、はい、私は最強、あ、いいね、みんなの願い伝えたいわ、ちょっと練習してみようこれ今ボーカルあれだ、活動休止中だ、一時期そうだったんですけど、今復活してるんじゃないですか。あ、そうなんだ、最近なんか歌出してたような気がするんですけど、初期メンバーとでドラム女の人だったりも変わってるもんね、はい、なんか青と春が僕好きで、あ、青と春、青と夏、甲子園のテーマだった曲があるんですけど、その辺もあるかもしれないですね、ミセスグリーンアップルのミュージックビデオ、はい、青と春なんか青春って感じだな、はい、夏が始まる、あ、そうそう、匂いがした、それね、はい、カラオケでしょっちゅう、僕のこと、はい、あー、超歌ってて、あれもいいですよね、あれも舞台、でも最高、僕聴き始めはアニメの歌でインフェルノっていう歌から聴き始めた、延々の、はい、なんとか消防隊、消防隊とか、かっこいいバンド出てきたな、はいはいはい、あ、そう考えれば結構有名な曲売れてる、いっぱい結構いい曲ありますよ、ね、残り13分ですね。で、曲はあと2分20分なので、曲終わったら11分ぐらいです。久々にカラオケ、あ、カラオケ行かなくていいんでした、僕。カラオケ、はい、こっちでスピーカーにワイヤレスマイクつなげば、いつでもカラオケできるんでした。最高だね。はい、だから帰るときにたまに遊んで帰って。最高だね。Spotify とかってカラオケモードあるじゃないですか。ああ、なるほどね。はい、Bluetooth でつないで、こうやって歌詞見ながら練習できる。最高だね。まあ、最近機能はないですけど。カラオケはいつも XJAPAN なんで。あ、そうなんだ。はい。もう、これぐらいは出せるようになりたいです。うん、こういうのが続かないよね。ワンチャンでもいけそうな気がするんで、ちょっと練習してみます。俺もずっと X ばっかなんですよ。俺も高い声しか出せないから。でも、一回歌ったらもう、はい、何も歌えなくなる。X の春感じがすごい歌いやすくて。いつも喉の調子を調べるためにラスティーネイルから入って、あ、今日これぐらいいけそうだなと思ったら、フォーエバーラブとか。フォーエバーラブやばいな、あれ息継ぎがもうきついっすね、本当に、あれ余裕あるってしかないです、本当に
電話するんですけど最後まで持たすのが大変なんですよ。長いし息継ぎないし、そう消費カロリー結構大変ですね。一番得意なのはエンドレスレインですね。そうなんだ。あ、エンドレスレイン、はい、うん、エンドレスレイン俺も間違いない。そうエンドレスレインはあの途中のセリフとか歌わないけど、はい、いいですね。じゃあ BGM からいきますね。はい、お聞きいただいたのはミセスグリーンアップルで私は最強でした。いい歌ですね。いい歌ですね。最高。もともとアドさんが歌ってた歌ですよね。あ、そっちが先だろ。で提供してたのかな。でも確かにそうかも、はい、アドさんの聞いたことあるかも。なんかワンピースの確か映画で使われてた歌だと思うんですけど、提供なんですかね。あ、そういうこと。はい、カバーとか、だから多分本人が提供したんですけど本人も歌ってるみたいな感じです。セルフカバーみたいな。セルフカバーみたいな。へえ、確かに。なるほどね。そっか、あれと一緒だ。でも歌う人こんなに違うだけで全然なんか雰囲気変わるんだね。そうですね。さっきちょっとね、あの曲かかってる間いろいろと盛り上がったけど、ミセスグリーンアップルいい歌いっぱいあるねっつって。いい歌いっぱいありますよ。最高ですよ。で、さっきいろいろ聞いてたけど、はい、お互いあれなんだね、高い声で。そうですね、歌うのが好きなんだね。そう、俺も高い声でよく歌うから、はい、そう、ミセスグリーンアップル最高なんですよ。最高ですよね。これがかかったらもう最高、はい、あの球場でさ、はい、でも なかなか5打席目だからな、相当な打数を踏まないと多分聞こえないのかもしれないけど、はい、いや元気が出る歌詞なんだよ。聞きたいですよ。まあでも聞きたくなるようなやっぱり多分歌にしてるんでしょうね、うん、そうそうそう、5打席まで歌わせてくれって。そうそう。でもなんでしかもね、あのみんなそれぞれその登場曲とか入場曲があるから、はい、やっぱね球場でビール片手にその臨場感も味わいながら最高なんですよ。5月はねぜひ晴れたハマスタで見たい、はい、勝負どころで5打席目この曲買ってきたらわーってなるでしょ。最高。最高。そんなこと来たらやばいですね、はい。しかもこれでなんか逆転とか同点とかのシーンとかね、はいはい、いやーやばい、それはすごいね、はい、いやなんか去年ね初めてハマスタ行ったんですけど、まさかの初日雨で、で、あのハマスタほら屋根ついてないんで、はい、雨で中止だったんですよ。でチケット払い戻しますっつって、えーってなって、どんだけ俺雨のとこなんだよって。でまあ翌日のデーゲームはもうめっちゃ晴れてて、はい、もうすごい日焼けしましたけど、ナイターがね、ナイターとやっぱデーゲームでやっぱ違うし、めちゃくちゃ暑くて、あの日差しが、はい、あの心も暑いですよ。でもね、あの先輩方はねみんなお酒飲んでワーワーしてるからさ、試合に集中しろよと思うんだけど。まああのね、地元の先輩方なんで、はい、楽しいんだろうなと思いつつ、でもあのライトスタンドがこのホームのチームの応援席だから、はい、めちゃくちゃ盛り上がってて、今年もね見る限り相当やばいんじゃないかな、絶対楽しいなと思うんだけど、来月ギドアン氏一緒に行ってきますんで、はい、あ、いいな。ヤクルト戦だったかな、中日戦だったかな、相手ちょっとまだチケットちゃんと確認しないんですけど、中日だったら今中日が1位なので、そう、そうなんですよ。ちょうどいい塩梅具合での勝負だった。すごい盛り上がるでしょうね。まさかの予想していなかった中日がここに来て1位、はい、いやなんか最近はもう中日なんて、中日なんてって言ったら本当中日ファンの皆さんで怒られると思うんだけど、急にここに来てさ、はい、調子上げて、去年もね、でも中日ファンの人でもあやっぱダメだなっていうこと言う方いましたもん。絶対そうよね、はい、なのになんかなのにって言ったら怒られるんだろうけど、中日さんもほら北谷町でキャンプ張ってるでしょ、はい、で前その写真取材のお仕事の時には、はい、あのちょっと中日にも行かせて
もらった時があって、茶壇公園野球場、やっぱあの時はね、なんか投手松坂大輔選手が、さんが帰ってきたばっかりの年だったから、中日に、ですごくてファンが、でたまたまなんだけど、本当ドアラがいて、哀愁漂う、ずっとドアラばっか撮ってたあのクライアントからは、監督のインタビューだったから、監督がこのこうちょっと選手と話をしてる、コーチと話してるような写真とか、まあよくキャンプ中だからさ、鋭いこう目線で選手の仕上がりぐらいをチェックしてるようなカットが欲しいわけですよ、でも僕はもう ドアラを気になってドアラがね、もう一個一個ね、もういちいちうざいんだよね、あの動きがもうどうしてもシャッター切りたくなるんで、目を引く動きを、あすげえなドアラと思って、プロだなと思って、でもね浦添にも行ったんだよね、あのヤクルト、つば九郎先生にお会いしたかったんだけど、なんかつば九郎先生はやっぱ忙しくてなかなか来れなくてやっぱね、この球団のキャラクターってね、飽きない、いやーいいですよね、ただやっぱ我々横浜は、スターマン、俺最初わかんないっていうか、こんなこと言ったら怒られるんだけどハムスターだから、あのスターマンなんでしょ、めちゃくちゃ可愛くてさ、でもやっぱああいうキャラクターでヤクルト戦かなんかでね、つば九郎にやっぱ絡まれるんだよね、見ててそのなんかねドキドキしちゃうんだよねつば九郎なんかしてこないから大丈夫かなと思って、でもつば九郎がやってくることに対しては誰も文句言えないというか、あみたいな、つば九郎もあなんだってみたいな感じの顔するから怖えこいつと思ってもうチクペンいつもチンプレコンプレの、絶対一幕ですもんね。そうあれ鬼畜でなんかペンでコメント書くからチクペンって言われてるのかな。そうなんですか。でも最初チクペンって言ってたから、ペンギンってずっと言ってたんだけど、スワローズってツバメじゃん、あれツバメなんだよね。ツバメですよね。だからツバクロなんだよね、はい、全然ツバメじゃないじゃんっつっていじってたらめちゃくちゃ怖いしキャンプでね1回か2回ぐらい確か浦添来るんですよ、彼って言っていいのかな、でもあのやっぱちゃんと子供たちには合図するし、卓球団のユニフォーム着てるやつはめっちゃ厳しいって、ドアラはもうめちゃくちゃ腰が低くて、あの僕ら取材班にもお疲れ様ですみたいな感じで本当にあの腰低くてすげえなーってプロだなーと思って、プロですね、あおはようございますお疲れ様ですとか言ってお互い挨拶したんですけどいやもうそういうあのプロ野球の楽しみ方っていうのがね、あのどんどん宜野湾の青年部を通してね、我々もこうやって発信していきたいなと。来年の2月は絶対にベイスターズが優勝しててほしいし盛り上がるだろうなと、そのためにもね、この前半戦はね、頑張ってもらいたい、特にこの交流戦までのシーズン期間、なかなかねベイスターズ A クラス入ってもクライマックスシリーズで負ける時も多いし、でも今年は本当に調子良さそうで行ってくれたらいいんだけどな、そういうのがねなかなかあの続かないから、他の球団にね追い越されていくし、まあ文句ばっかり言ってもしょうがないんだけど、我々は死んでるしかないし、でもあの青年部の、あの各青年部も地元の地域でキャンプを張る球団結構多いから、なんか合同でいろいろとイベントできたらいいねって話もしてて、特産品をさ、海外、あの全国から、今年ギノザがすごかったみたいなんで、2月あの阪神が優勝したから、その優勝チームのキャンプってことでめちゃくちゃお客さんがすごかったってことで、だからそれにやっぱ気づいてさ、ギノザの青年部さんも一緒に巻き込んで一緒にやりたいなと思うし、もちろんギノワンお隣茶壇町のメンバーともなんかやりたいなと思うので、ぜひぜひ今後も我々青年部の動き期待してください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということでもうお時間ですね。そうですね、はい、あっという間の時間でした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございます。